では第9回目の宅建業法重要事項の説明、重要事項の説明ですね。ではテキスト65ページ、テキスト65ページを開いてくださいね。この重要事項の説明は約3問くらい出ますね。4問出ることもありますよね。いっぱい出ます。したがってここはですね、かなり時間を割いて覚えていかなければならない仕事、部分ですよね。まあ考えてみれば当然ですよね。宅建士の重要な独占業務、重要事項の説明ですからね。はい、まず契約をする前に、宅建業者は物件に関する重要なことからを事前に十分に説明をしなければいけませんよね。これを重要事項の説明、と言いますね。はい、契約をする前でなければなりませんね。はい、じゃあ宅建業者は誰に説明をするのか、まあこういう問題が多々繰り返し出ておりますよね。買い主、借り主に説明するんです。売り主、貸主には説明不要です。なんでかというと、売り主、貸主っていうのは自分のものなんですよね。これよく分かってます。でもこれから借りようとする人、これから買おうとする人はどういう物件なのかということを事前に十分に説明してもらわないと、これは分かりませんもんね。ということで、売り主には説明不要、貸主には説明不要、買い主、借り主に説明しなきゃいけないんです。はい、ではテキスト65ページの括弧の2、いつ誰にどこで説明するのかですよね。はい、ではそこの覚える線引っ張っていきましょう。説明の相手方、売買契約の場合には買い主になろうとする者に説明、売り主には説明不要。次、賃貸借契約の場合には借り主になろうとする者に説明が必要、貸主には不要ですよね。それから交換契約の場合はですね、ほとんど出ませんね。出ませんが、気になるでしょうから一応後で説明しますが、取得しようとするもの、は説明してもらわないと分かりませんね。取得しようとするものに対して説明することになるわけですよね。はい、では、はい、テキスト65ページの下の図ですよね。はい、下のですね、図の1番の方の抜粋ですよね。はい、代理媒介業者です。代理または媒介をする業者ですよね。そこで代理媒介業者の、まあ、尽力努力によってですね、売買契約または賃貸借契約が成立しようとしているというふうに考えましょうね。はい、この場合買おうとしている買い主さん、それから借りようとしている借り主さんに重要事項の説明をするんです。売り主、貸主には説明不要ですよね。で、重要事項の説明する場合には重要事項を記載した書面、重要事項を書いた書面、これを重要事項説明書または35条書面と言いますな。宅建業者は35条書面、重要事項説明書を買い主、借り主に渡して説明することになるわけですよね。で、次、下の図のですね、今度は図の2番目ですよね。まあこれは出ませんが、一応ですね、気になるでしょうから言っておきますね。交換契約の場合、交換の場合ですよね。はい、A 業者は建物を持っており、そして B 業者は宅地を持っているわけです。じゃあ
これからこれ交換しましょうよと。まだ交換契約成立してませんよ。契約をする前に重要事項の説明しなければなりませんから、そこでじゃあ交換しましょうかという話し合いが、だんだんまとまりそうになってきたと。はい、この場合建物の所有者は A 業者、宅地の所有者は B 業者だとしましょうね。はい、建物については A 業者が B 業者に説明するわけです。で、宅地については宅地の所有者 B がこれからこの宅地を取得しようとしている A 業者に重要事項の説明をするわけですよね。はい、建物は誰が取得しようとしているかというと B 業者が建物を取得しようとしているわけですから、この建物についての説明は A 業者がこの建物を取得しようとしている B 業者に建物について重要事項の説明をする。宅地については A 業者が取得しようとしているわけですから、宅地の所有者である B 業者が宅地について取得しようとしている A 業者に B は宅地について重要事項の説明をするということになるわけですよね。これいいですよね。でもまず出ません。まあ気になるでしょうから説明しておいたんです。はい、ではテキスト65ページ、テキスト65ページ、そこの覚えるの、右の方に書いてありますが、重要事項の説明の場所はどこでもいいんです。事務所でなくてもいいんです。喫茶店でもレストランでもどこででもいいんです。はい、まあちなみに楽学卓研一問一答式の問題集の98ページの問いの1と、それから一問一答式の問題集の102ページの問いの12、102ページの問いの12、やっといてくださいね。はい、98ページの問いの1と102ページの問いの12、やっといてくださいね。はい、では次に、はい、では次に、テキスト66ページ、テキスト66ページ、はい、勉強を始めの頃はですね、意外と誤解をするんですが、重要事項の説明義務、重要事項の説明義務は誰が負ってるかというと宅建業者なんです。これ意外と間違うんです。宅建業者が宅建士を使って相手方に重要事項を説明する義務を宅建業者が負ってるんです。宅建士が説明する義務を負ってるんじゃありません。宅建士っていうのは重要事項の説明を担当することができるわけですよね。宅建士以外のものは重要事項の説明はできないんです。でも説明の義務を負ってるのはあくまで宅建業者なんです。宅建業者が宅建士を使いながら相手に説明をする義務を負ってるんです。宅建業者が負ってるんです。したがって、宅建業者がですね、会社がですね、従業員である宅建士に対して今来たお客さんに重要事項の説明してちょうだいというふうに業務命令が出たと。そしたらその宅建士が生意気で今日は気分が悪いから嫌だよと言ったとしましょう。はい、そこで説明したかった。この説明しなかったということの業法違反を問われるのは宅建士ではありません。宅建業者です。宅建業者が説明する義務を負ってるからですよね。ただその宅建士はですね、業務命令違反ですから会社の中で処分されますよね。これは宅建業とは関係ありません。はい、これ意外と間違いますから気をつけてくださいね。はい、ではテキスト66ページ括弧の3、テキスト66ページの括弧の3、説明義務は誰が負ってるかということですよね。ではそこを読んでみましょう。重要事項の説明は宅建業者が宅建士を説明担当者として使いながら相手方に説明する義務を負ってる。重要事項の説明は専任でない宅建士もすることができますよね。
はい、これからこういう仕事は専任の宅建士しかできないというのはないんです。まあ何度も何度も言っておりますが、宅建士の独占業務3つでしてね、宅建士しかできないんですよね。宅建士しかできない独占業務が、第一、重要事項の説明、第二、重要事項説明書への記名押印、第三、契約内容記載書面すなわち37条書面への記名押印は宅建士しかできないわけですが、これは専任でない宅建士でもできるんですよね。専任であろうと専任でなかろうと宅建士であればできるんですよね。したがってこれこれこういう仕事は専任の宅建士でなければならないとかだったら、もう読むまでもなく誤りの文章なんです。はい、では次にテキスト66ページの括弧の4、テキスト66ページの括弧の4、重要事項の説明のやり方ですよね。はい、ではそこの一番下、覚える線引っ張っていきましょう。説明方法、重要事項説明書には宅建士が記名押印しなければならない。専任でない宅建士の記名押印でも OK なんですよね。はい、次、説明方法2、これも線引っ張りましょうね。重要事項の説明は契約成立前に重要事項説明書を相手方に交付して行うわけですよね。はい、必ず重要事項を記載した書面、重要事項を記載した書面、重要事項説明書、35条書面とも言いますが、この重要事項説明書を契約をする前に相手方に渡して、そして口で説明することが必要です。毎回、あ、すいません、重要事項説明書を相手方に、契約が成立する前に相手方に渡して、そして口でも説明することが必要なんですよね。はい、で次、67ページの上から2行目、説明方法3ですよね。これは宅建士のところでも勉強しましたね。まあ一応線引っ張っていきましょうね。宅建士書を提示しながら宅建士が説明しなきゃいけないんですよね。見せながら説明しないといけないんです。はい、宅建士書を提示しないで重要事項の説明をした場合には10万円以下の過料となるわけですよね。はい、これしっかりと覚えておいてくださいね。この過料についてはしっかりと覚えておきましょう。過料ですよね。はい、でこの過料ではありませんからね、気をつけましょう。これ区別するために都が料っていうんです。都が料、都が料、罪とがのとが、これは過失のか、過ち料っていうんですよね。過ちを犯したっていう過ちですよね。はい、過ち料、とが料というふうに読んで区別をするんですよね。まあでも正式には過料、過料ですよね。どっちも過料、過料。はい、こっちの方の過ち料ですからね。はい、では10万円以下の過料に処すというのは重要なんです。3つ挙げてください。なんとなんと何ですか。1つはこれですよね。はい、宅建士書を見せないで重要事項の説明をした。はい、10万円以下の過料。次、速やかに宅建士書を返納しなかった場合ですよね。はい、宅建士書が効力を失ったら速やかに返納しなきゃいけないんです。返し納めるですよね。はい、それから次に3つ目は、速やかに宅建士書を提出しなかった場合ですね。はい、宅建士が不正な行為を働いた、はい、この場合事務禁止処分を受けますね。1年以内の範囲で宅建士としての仕事をしてはいけませんよという事務禁止処分を受けた。
事務禁処分を受けたら速やかに宅建支障を提出しなきゃいけないんです。返納と提出という言葉は違いますよ。提出というのはまだ有効な生きている宅建支障を渡す場合が提出。効力を失ってしまった紙切れとなってしまった宅建支障を渡す場合は返納というんですね。はい、この際3つ、今もう即暗記しましょう。10万以下の借りを3つ、10万以下の借りを3つ、宅建支障を見せないで重要事項の説明をした。第2、速やかに宅建支障を返納しなかった。次、速やかに宅建支障を提出しなかった場合に10万以下の過料です。宅建試験においてはこの3つ以外はありません。あともう一つあるんですが、これは宅建試験には出ない内容ですから、はい、宅建試験を受ける受験上のテクニックとしてはこの3つしかありません。覚えてくださいね。はい、まあどこに書いてあるかというと、ちょっと気になるでしょうから一応ついでに言っておきますね。はい、テキスト123ページ、テキスト123ページ、丸三罰則、テキスト123ページ、丸三罰則のところの覚える、はい、丸三罰則のところの覚える、ちょっと読んでみましょうね。一番軽い罰則、10万以下の過料、はい、丸1、宅建支障の返納提出義務に違反したとき。次、丸2、事業事項の説明の際宅建支障を提示しなかったとき。これ3つありましたね。速やかに返納しなかった、速やかに提出しなかった、それから宅建支障を提示しないで重要事項の説明をした場合ですね。はい、これいいですね。暗記してくださいね。はい、では67ページに戻りましょうね。はい、この重要事項の説明も、重要事項の説明も、専任でない宅建士が行うことができますし、また事務所以外の場所で重要事項の説明をしてもいいんですよね。どこでやってもいいんですからね。はい、とりあえずここまで勉強したら、楽観宅建一問一答の問題、98ページの問いの2と問いの3、一問一答の問題の98ページの問いの2、問いの3、やってみてくださいね。はい、ではいよいよ、テキスト67ページの丸2、重要事項説明書への記載事項ですよね。どんなことが書いてあるか、どんなことを説明しなきゃいけないのか、いっぱいあるんです。いっぱいで、非常に細かいんです。本当に細かいんです。でこれはですね、細かいので、このテキストをですね一生懸命読んで覚えるということはなかなかできないものなんですね。問題集の問題を解きながら、そしてこれはどこに書いてあったかなということでテキストに振り返って、あ、ここに書いてあるのかというふうにやっていった方がよっぽど頭に入ります。特にこの重要事項の説明に関しては問題をやりながらやらないとなかなか頭に入りません。はい、そこで一つのマークのですね、説明ですが、テキスト67ページ、テキスト67ページの下から5行目括弧1、テキスト67ページの下から5行目括弧1、基本的な説明事項は18個って書いてありますが、で、その次の次、はい、下から3行目ですよね。ちょっと読んでいきますね。宅地建物の売買交換、それから宅地建物の売買交換貸借の代理媒介の場合に説明が必要な場合には、宅と県というふうに書いてあります。宅県、宅地の場合も建物の場合も説明必要ですよと。場合によってはですね、建物の場合だけ説明が必要な場合もあるんです。はい、この宅県というふうに書いてある場合は、宅地建物の売買交換、それから宅地建物の売買交換貸借の代理媒介をする場合に説明が必要な場合のマーク、
これはですね、勉強がどん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 進んでくるとこういうことが気になるんです。だから明確にしてあるんです。最初のうちはですね、もう頭に入りませんから、これもうどうでもいいって、もうこういうこと書いてくれるなよというふうに多分思われるんじゃないかなと思いますよね。でも勉強が進んできて細かい問題が出てくると、ああこういうことが大事なんだなということが分かります。今はいいです、はい、一応そういうマークなんだということさえ、分かっていただければいいかと思いますよね。それから一番最後の行読んでみましょう。建物の売買交換、はい、宅地じゃないんですね。建物の売買交換、宅地入ってますよね。それから建物の売買交換貸借の代理売買の場合に説明が必要な場合は、建物の、まあこの建設の件ですよねというマークで示しております。建物だけの場合ですよね。では、68ページの四角1番、68ページの四角1番、はい、需要事項説明書には何が書いてあるか、もちろんこれ口頭でも口でも説明しないといけませんよ。需要事項説明書に記載されている内容、そして説明が必要な内容、はい、まず四角1番から線引っ張ってみましょうね。登記された権利の種類及び内容ですよね。これは宅地の場合も建物の場合にも説明が必要ですよね、はい、例えばですね、抵当権設定登記がある場合には、この宅地には抵当権設定されてますよ、この宅地には地上権者がいますよ、この宅地には賃借権者がいますよというふうに登記された権利の種類や内容を説明することが必要なんですよね。まだ抵当権については勉強しておりませんが、これは民法で勉強するんですが、まあ、とりあえずそういう権利があるらしいと、土地や建物に抵当権という権利が設定されている場合があるらしいということでいいです。そのようにこれから取引をしようとしている宅地や建物に抵当権設定登記があったり、または賃借権者の登記があったり、または地上権者の登記があったりする場合には、その登記された権利の種類や内容、これを説明しないといけないんですよね。はい、でそこでその宅地建物を引き渡しをする時点では、抵当権設定登記をもう消す予定であったとしても説明を省略しちゃいけないんです。需要事項の説明をする時点で抵当権設定登記があるんであれば、将来それを消す予定であったとしても説明をする時点で抵当権設定登記があるんですから、現状のまんまこの宅地や建物には抵当権設定登記があるんですよと、借金してるんですよということを説明しないといけないんです。はい、ではそこの注意のところを読んでいきましょうね。上から3行目、上から3行目、物件を引き渡すときには抵当権の登記を抹消する予定であっても、消す予定であっても、説明する時点で抵当権の登記があれば記載し説明することが必要なんですよね。で次も線引っ張りましょう。注意、移転登記の申請の時期や引き渡しの時期は重要事項ではありません。説明不要。移転登記の申請の時期やそれから引き渡しの時期っていうのはまだ契約さえしていないんですから、契約していないんですから、そんな細かいことまでは説明する必要はないんです。移転時の申請の時、何月何日に売買契約をした後、登記を移しますよという移転時の申請の時期は、引き渡しは何月何日に引き渡しますよというようなことは説明不要。これは重要事項ではありません。説明する必要はないんです。はい、落書き宅建一部一等宿の問題集の100ページの問いの4、これについて勉強、問題が出ておりますからやってみてくださいね。一問一答式の問題集の100ページの問いの4、はい、まあここはですねいっぱいありますので、まあ、問題集をやりながらやっていただきたいんですが、特に重要なところ、テキスト70ページの括弧の2、テキスト70ページの括弧の2、ここに書いてあるずっといっぱい、さっき その登記された内容のところから、まあ、いっぱい書いてありますが、こういうのは全部説明すると同時にですよ、全部説明すると同時に、はい、70ページの下から
5行目、70ページの下から5行目、括弧2、取引物件が区分所有建物、分譲マンションである場合、取引物件が、分譲マンション、または賃貸マンションといったですね、マンションである場合ですよね、区分所有建物である場合ですよね。はい、取引の対象はですね、マンションである場合にはプラスこの括弧の2以下の部分が追加されます。一戸建ての場合にはですね、この括弧の2のマンション特有の追加事項は説明いりませんよ。ここに書いてある括弧の2はマンションの場合の追加事項です。はい、でそこで70ページ四角い1番、70ページ下から4行目四角い1番やっていきましょう。敷地利用権の種類や内容ですね。はい、マンションは土地を使う権利に基づいて建てるわけですよね。そうでないと不法占拠しているわけですから、その建物をぶっ壊して出ていけっていうことになっちゃいますから、土地を使う権限に基づいてマンションが建ってるわけですよね。でそれを敷地利用権と言いますね。でこれには所有権である場合もあるでしょう。マンションの所有者たちが敷地を所有している、所有権かもしれない。またマンションの所有者たちが地主さんから土地を借りているのかもしれない、すなわち地上権かもしれない、賃借権かもしれない。はい、敷地利用権が所有権なのか賃借権なのか地上権なのかを説明しなきゃいけないわけです。何なのかと。はい、次、さらに重要、71ページの四角い2、3、4、5、6、これさらに重要なんです。さらに細かいんです。何が細かいかというと、この2、3、4、5、6は定めがあるときのみ説明し、定めがなければ説明不要なんです。これがですね、まあ厄介であると同時に出るんです。しょうがないんですよね。現在マンションの取引非常に多いんですよね。マンションの取引が多いもんですから、やはり当然ですね、そのマンションに関する重要事項の説明をしっかりと覚えていただかないと困るということで、もう頻繁にそれもこんなに細かいことがですね出るんです。しょうがないですね。でこの特に四角い2、3、4、5、6、この網掛けの部分ですね、灰色の網掛けの部分、これ抜粋したものですよね。これなんで重要かというと、はい、定めがあるときのみ説明、定めがなければ説明不要なんで、はい、書いてありますよね。規約の定め、その規約案でもいいですよ、その定めがあるときは説明しなきゃいけないんです。またこの四角い3番もですね、規約の定め、その案を含むがあるときは説明必要なんです。また窓4番もですね、規約の定め、その案を含むがあるときはって書いてありましたね。そして、四角い5番ですね、共用部分に関する規約の定めがあるときは説明必要なんです。なければ説明不要なんです。また丸の6番ですね、減免する旨の規約の定めがあるときは説明必要で、なければ説明不要なんです。ここが重要なんです。そこで専用部分、専用使用権、修繕積立金の修、共用部分の共、そして減免する旨の減、はい、先々週の狂言、先々週なんか嘘800円出たと、先々週の狂言、おかしいんじゃないかっていうですね、先々週の狂言、まあ定めがある時のみ説明、定めがなければ説明不要、先々週の狂言、先々週の狂言、このキーワードしっかりと見てくださいね。先々週の狂言、はい、まだですね、まあ、権利関係のところを勉強しておりませんよね。で権利関係の中で区分所有法の科目があるんですね。マンションに適用される法律ですよね。で
マンションはですね、区分所有建物とも言うんです。でかい一棟の建物をですね、区分して、その区分したところをそれぞれ所有しているわけですよね。例えば101号室、201号室、301号室、401号室というふうに区分して、そしてその区分したところにそれぞれの人が所有しているわけですよね。なのでこういうマンションのことを区分所有建物って呼んでるんです。でその区分したところを所有しているから、マンションの所有者を区分所有者、マンションの所有者を区分所有者って呼んでるんです。で区分所有者が所有している部分を占有部分って言うんです。区分所有者がそれぞれ所有している部分を占有部分って言うんです。すなわち101号室、201号室、301号室っていったところがそれぞれ占有部分なんです。簡単に言うと自分だけの部分ですよね。じゃあその反対語、占有部分以外、マンションにおける占有部分以外は何と呼ぶかというと、共用部分、共用部分って言うんです。共用部分っていうのは廊下、階段、エレベーター、屋上、これみんなのもの、はい、共用部分っていうのはみんなの共有物であるところ、みんなの部分、占有部分っていうのは自分だけの部分、はい、共用部分は廊下、階段、エレベーター、屋上といったこれみんなの部分ですよね。給水タンクだとかポンプだとか受水槽だとか硬化水槽だとか、これみんなの部分、共用部分なんですよね。はい、そこで占有部分の用途、利用の制限に関する規約の定めがあるときはその内容を説明しなきゃいけない。例えば当マンションは居住用に限定します、店舗は店舗として使ってはいけませんっていう規約があるんであれば、それを説明し、何にもなければ説明不要。はい、ちなみに規約というのはですね、区分所有者、すなわちマンションの所有者たちは集会を開いて自分たちで根本規則を作るんです。マンションの所有者たちが集会で作った根本規則、これを規約と言います。で、まだ規約そこまでできてないけれども、その規約案ですよね、規約案があるときはその案でもいいんです。これを説明することになっています。はい、それから次、四角い3番、専用使用権。この専用使用権って何かというと、区分所有者の一部の人しか使えない権利。区分所有者の、マンションの所有者の一部の人しか使えない権利を専用使用権と言います。例えば100戸に区分されたマンションがあるとしますよね。で、そのマンションの敷地に駐車場があって20区画しかない、足らないわけです。100戸あって100世帯の人が住んでいて、そこに駐車場はですね20しかない。これはもう抽選か何かで決めるしかありませんね、先着順かですね。で、その抽選で、当たった人しか使えないわけですよね。っていうふうに区分所有者の一部の人しか使えない権利を専用使用権と言います。で、その専用使用権の規約の定めがあるときはそれを説明します。なければ説明不要。で、こういう問題も出たことがあるんですね。特定の人が使用できるのに、すいません、こっちですね、専用使用権者の氏名、住所の説明は不要なんです。はい、駐車場の一番端っこのあの駐車できる人は301号室の誰それさんですっていうようなことは説明する必要はないんですよね。専用使用権者の氏名、住所はいらないんです。専用使用権の内容でいいんです、内容だけ。はい、で次、四角い4番、修繕積立権ですよね。マンションというのは新築後5年後とか10年後とか15年後20年後という形で大規模修繕工事をしていかないとダメなんです。最初は、鉄の部分の塗り替えですよね、錆びますからね。で、だんだんひび割れを起こしてくるわけですよね。そこで外壁のそのひび割れの補修工事ですよね。で、屋上も防水工事、これもどんどん劣化していくわけですよね。
こういうのを全部取り替えるとなったら何百万とか、もう場合によってはですね何千万とかかかっちゃうわけですよね。でいきなり大規模修繕工事をする時点で、はい、それぞれの区分所有者さんたちに100万円ずつ出してください、これで困るわけですよね。なので、毎月毎月大規模修繕工事に備えて少しずつお金を出し合って貯金していくわけですよね。それが管理費用別個の修繕積立金なんです。管理費用毎月毎月管理会社に払う管理費用とは別個に大規模修繕工事に備えて毎月貯金をしていくという修繕積立金ですよね。はい、修繕積立金の規約の定めがあるときはその内容、それからすでに積み立てられている額ですよね、貯金額、現在1000万円になってますというふうにすでに貯金している額も説明することが必要であると同時に、それからもう一つ、滞納額がある場合には滞納額も説明しなきゃいけないということになっています。これは宅建業法条文には書いてありません、書いてはありませんが、国土交通省の通達で滞納額がある場合にはその滞納額も説明しましょうということになっているわけです。なんでかというと、それを知らないで買った飼い主が払わなきゃいけないことになるかもしれないからです。困りますよね。はい、はい、それから次に四角い部分、共用部分、これみんなの部分でしてね、みんなの部分、廊下、階段、エレベーター、屋上、エントランス、ホール、はい、共用部分に関する規約の定めがあるときはその内容を説明する、定めがなければ説明不要です。例えば屋上は土日のみ1時から4時まで誰が使ってもいいでしょうと、で使う場合には必ず事前の届け出してくださいねっていうふうに、屋上というのはみんなの部分ですから共用部分に関する規約の定めがあるときはその内容を説明すると、なければ説明不要と。はい、次、四角い6番、これ読んでいきましょうね。一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用、通常の管理費用、その他当該建物の所有者が負担しなければならない費用、はい、修繕積立金だとか、はい、修繕積立金だとか、それから通常の管理費用ですね、修繕積立金や管理費用について費用を特定のものにのみ減額免除する旨の規約の定めがあるときはその内容。え、例えばある区分所有者だけは管理費を払わなくていいですよ、修繕積立金払わなくていいですよとか、ある特定の区分所有者さんだけは半分でいいですよとか、そんな不公平なことなんで決めるのというふうに思われるかもしれませんが、これはですね、まず最初、分譲マンションを分譲会社が所有しているわけですよね、全部所有しているわけですよね、で、どんどん売っていくわけですよね。でもまだ売れてないものもありますよね。その売れていない、すなわち分譲業者が、所有している部分については、じゃあ分譲業者の管理費や修繕積立金を払うのかというと払わないという、まあ、そういう規約がある場合あるわけですよね。そういう場合には説明しなきゃいけないということになっているわけですね。はい、ここは特に重要ですからしっかり覚えておいてくださいね。先々週の狂言は定めがあるときのみ説明、定めがなければ説明不要ということをしっかりと覚えておいてくださいね。はい、ちょっと時間オーバーしましたがこれでおしまいしたいと思います。